どうも、ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。私はヨウムだにょん。魔理沙、今日もたっぷりと未確認生物の話をお願いするわ。私も早く話を聞きたいわね。よし、任せてくれ。本日の話題は、米軍が戦闘、巨大な姿をはっきりと多人数に捉えられた。世界中で目撃されたドラゴンの目撃情報がヤバい、ドラゴン実在絵について紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。最初にドラゴンの神話と伝承に関して紹介していくぞ。ドラゴンと聞けば世界中の人々は、強力なモンスターと考える恐るべき存在だな。ゲームのラスボス候補にふさわしい存在よね。霊夢が泣きながら何回もゲームオーバーしてる相手だにょん。最終的には討伐してクリアしてるから問題ないわ。ドラゴンの発想は、巨大な動物の化石を見つけた原始人が、生きている時の姿を想像して描いたものだという説があるぜ。すごい発想だわ。そしてドラゴンの種類は世界中でいろいろ存在しているが、共通点として、超自然的な強力なパワーを持つ爬虫類の大型版という考えがあるぞ。普通の生物とは全然違うもんね。神話や伝説上の生き物としか思えないにょん。ドラゴンに対するイメージには、倒すべき悪魔、信仰するべき随獣という正反対の考えがあるのも地域ごとの特徴を表しているな。ドラゴンの姿をイメージしたら、早く倒すことばかりをイメージしちゃうわね。倒さないと自分がやられかねないにょん。そのドラゴンを西洋と東洋では、どんな認識で見てるかを説明するぞ。まずは、西洋に伝わるドラゴンだ。地域によるドラゴンの違いなんて想像したことがなかったわね。とんでもないモンスターという印象しかなかったにょん。そうなるよな。西洋の地中海やヨーロッパ大陸に登場するドラゴンは蛇に類似した姿だそうだ。さらに鱗や尻尾がある大型の爬虫類、哺乳類の特徴を持つ生物とされるぜ。確かに顔の部分は蛇みたいな面構えをしているわ。一瞬で飲み込まれちゃいそうで怖いにょん。さらに鋭い爪や牙があり、翼を使用し空を飛行して、炎や毒の息を吐き出すと言われているんだ。みんながドラゴンに抱いている攻撃的な姿ね。今の人類がドラゴンと戦っても勝てるかどうか不明だわ。西洋のキリスト教の考え方の中には、ドラゴンは悪魔の存在として征伐すべき相手という考えがあるぞ。聖書で登場するヨハネの黙示録には、魔王サタンはドラゴンであり、大天使ミカエルとの戦闘で敗北する姿が記されてるぜ。ドラゴンは古くから、悪の象徴みたいな存在だったわけね。そのドラゴンを戦って倒した大天使ミカエルは英雄そのものだにょん。しかし、そんな話が存在する一方で、ドラゴンを倒すと、まるで災いが襲うかのように土地が衰弱するという伝承もあるんだ。ドラゴンの呪いだわ。でも、倒さずにいても土地が壊滅しそうね。そんなドラゴンの姿を日本の漫画家である水木しげる氏が著書の、水木しげるの世界妖怪大百科において書いているぞ。ドラゴンを妖怪にしたのね。その著書の中でドラゴンは、地下のエネルギーを吸収したフランスの伝説の怪物として描いているんだ。そして、ドラゴンの尻尾を引っ張って倒すと、強大な力を手にすることができると書かれているぞ。夢物語そのものだにょん。ハンガリーの話はかなりユニークなものだ。なんと5本足の馬に乗るドラゴンが登場するんだ。しかし、6本足の馬に乗る勇者との戦闘で落馬して敗北する羽目になるぞ。馬の足の本数が少ないから敗北したみたいな感じね。ドラゴンを主人に持つ馬も大変な仕事をしてるわ。まあ、いろんな話が存在してはいるが共通した目的があるんだ。要するに、西洋のキリスト教を信仰している地域においては、ドラゴンが唯一神にあだなす存在となればよかったそうだ。私たちのドラゴンに対する認識とは全然違う感覚と思った方が良さそうね。では次に東洋のドラゴンについて説明するぞ。東洋は西洋のようにドラゴンを悪魔的な存在にはせず、肯定的に捉える感じだな。へえ、ドラゴンを崇めるような存在にしてるってことね。確かに神的なポジションを獲得できるだけの力はあるわ。東洋の大国である中国に登場するドラゴンの特徴には、いろいろあるぞ。その体には、鷹の爪、鯉の鱗、大蛇の体、鬼あるいはウサギの目、ラクダの頭、鹿の角、水木の腹、牛の耳のくじ、虎の手のひらがあり天候を操ると言われるんだ。多くの生物の特徴を備えているわけね。まさしく怪物だにょん。他の特徴としては、空を飛ぶのに必要な翼は存在せず、短い手足がある姿はまさしく巨大な蛇そのものだな。確かにそうね。日本の昔話に登場するドラゴンに翼は存在してなかったと思うわ。その歴史は今から約6000から7000年前には少なくとも存在していたとされるぜ。その正体は元は蛇や鯉、馬が変身してドラゴンになったという話もあるんだ。でも、どうして東洋ではドラゴンは肯定的な存在として考えられているのかな？例えば東洋に存在する思想の浸透や儒教においてドラゴンは非常に重要な存在として書かれているんだ。聖竜として守護の役目を果たしたり、竜宮城を取り仕切る竜王にもなるぜ。守り神だわ。さらに日本では竜王の大和辰巳の娘が産んだ子供には神武天皇のお父さんがいたりするんだ。
日本誕生に重要な役割を果たした神武天皇まで関係してくるのはすごいにょん。ああ、皇族の先祖の位置づけになるんだから、かなり重要だな。他にはどんな話があるの？中国の漢の初代皇帝の高祖である劉邦という人物には、石油の子であったという伝説があるぞ。これは劉邦の父親が、妻と劉が一緒にいる夢を見た後に誕生したというのが理由だぜ。大昔の時に見る夢の価値は今とは全然違うもんね。夢が現実になると考えても不思議じゃないわ。このような感じで東洋ではドラゴンを肯定的に捉えて、歴史に残る偉人や英雄に関連づける動きがあるぞ。日本にもドラゴンの字をモチーフにした人物として、独眼竜の政宗や坂本龍馬などがいるだろ。本当だわ。私たちの身近なところにドラゴンは常に存在していると言えるわね。では次にドラゴンの違いをさらに詳しく説明していくぞ。霊夢、陽夢、ドラゴンを表す漢字には竜と龍があるだろ。違いは知ってるか？どっちも似たようなもんじゃないのかな。ドラゴンの話が登場する地域によって使い分けているとかかな。陽夢が正解だぜ。私もそうじゃないかと思っていたわ。後からなら、何とでも言えるだろうよ。まず龍だが、これは英語のドラゴンを日本語に変換したものだ。つまり西洋のドラゴンを表す言葉だぜ。じゃあ、龍はどこなの？龍は、中国で登場するドラゴンのことだ。西洋と東洋ではドラゴンの見た目は類似はしてるが違いがあるから、言葉を分ける必要はあるだろうな。ふむふむ、もっと詳細に両者の違いをイメージできるように説明していくぞ。龍の見た目は、大人気ゲームのドラゴンクエストで登場するドラゴンをイメージしてくれ。あれが龍としてのイメージに近いわけね。ああ、コウモリみたいな翼があり、お腹が出ていて、口からは毒や火を吐いて攻撃する感じの姿だぜ。そして龍の方は、宮崎駿監督の千と千尋の神隠しで登場する白というイケメン男子を思い出してくれ。最後の方で変身してドラゴンになっていたわね。あの姿が龍なんだ。確かに翼がない状態で空を飛んでいたわね。西洋とは違うにょん。次にドラゴンに対する印象の違いを詳しく紹介するぜ。先ほども伝えたがドラゴンは西洋では悪、東洋だと善とする考えがあるんだ。西洋だとドラゴンを討伐するのが、かっこいいのよね。ああ、龍は悪であり倒した人間は英雄として扱われる話がいくつも作られたんだ。キリスト教には、聖ゲオルギオスというドラゴン討伐で伝説になった人物がいたり、ホビットの冒険という話には、ドラゴンは人を喰らう悪者として登場するぜ。そんな話を東洋でしたら、なんだか罰が当たりそうね。考え方が正反対だから十分に考えられるわ。中国には随獣と呼ばれる吉兆を表す言葉があるんだ。それにドラゴンが含まれているの？そうだぜ。しかし、ドラゴンだけは他の随獣とは格が違うんだ。鳳凰とか麒麟と呼ばれる存在も随獣になるが、ドラゴンは時の王権と密接に繋がっていたんだぞ。単なる縁起を担ぐだけの随獣とは違って実益に繋がりそうだにょん。例えば、龍眼は天使の顔、龍泉、龍舎は天使の乗り物とされたんだ。さらには、皇帝の中には自分の中に流れる血が龍のものだと考えた人もいるくらいだぜ。国の最高権力者にも重要視されていたわけね。龍を馬鹿にすることなんて大昔には考えられない話だわ。中国における龍が象徴するものには、力、武、男、皇帝、闘争、龍などがあるからな。権力者にとっては必要不可欠だろうぜ。どれも大切な要素ばかりだわ。次にドラゴンらしき姿の未確認生物が目撃された時の話を紹介するぜ。最初はアメリカのアイオワ州で報告された内容を3つ説明するぞ。ドラゴンみたいな生物を目撃なんかしたら恐怖でその場を動けなくなりそうだわ。自分の方に向かってきたら、かなりヤバい事態になるわね。ああ、上空にドラゴンらしき生物が飛んでいるのが目撃されたんだからな。その特徴は、蛇のような細長い体、細い尾、約 4.5 メートルのコウモリみたいな翼、褐色の肌があったそうだ。まさしくドラゴンじゃん。1887年8月11日に空飛ぶ大蛇が現れたという男性の証言が新聞に掲載されたんだ。その巨大な体に太陽の光が降り注ぐことで、表面の鱗が光り輝いて見えたらしいぞ。でも、空を飛んでいるだけで人間の方に向かってきてないわよね。いや、実は周辺にあったトウモロコシ畑に降り立ったそうだ。その後にドラゴンが飛び立つまで目撃者の男性は恐怖に震えたらしいぜ。ドラゴンの主食はトウモロコシだったりしてね。本当にトウモロコシ畑に降りたなら、管理者は少なくとも危険な立場になるにょん。次は1890年10月に、ワニのような口、翼、緑色の鱗に覆われた体、角のある頭を持つ怪物が数件目撃されたらしいぜ。2005年には車で走っている夫婦が空飛ぶドラゴンを目撃したという話もあるんだ。そんなに目撃されているなら、一匹では済まない話かもしれないわ。空飛ぶ相手じゃ人間は逃げられないわね。この目撃情報に対して、とある人物がコメントをしているぞ。
その内容は、ドラゴンが登場するのは月が大きくて赤い収穫の時期であり、牧草地の牛をさらうこともある。私はドラゴンを合計で6回も見たことがあるという話だ。なかなかに信じがたい話だわ。ドラゴンが実在しているのが当たり前みたいなコメントをしてるわね。次は場所が変わってカンバーランド山脈という場所でドラゴンが目撃された話だ。これは目撃されたのが1回だけの貴重な証言だぜ。どんな内容なの？1794年12月4日に米軍がカンバーランド山脈に入ったんだ。その時に驚くべき生物を発見したらしいぜ。その生物は、黒と茶色と炭鉱色をした鱗で覆われていて、足は2本で直立して、高さは約1メートル、頭は約2キログラムの石と同サイズなんだ。まだ出会ったのが軍隊の人でよかったわね。素人では全く相手にならないでしょ。軍人も剣を振るうなどして攻撃したが、すぐにドラゴンは上空に飛んで口から赤い物質を吐き出すなど戦う姿勢を見せたんだ。やっぱりドラゴンといえば口から吐き出す攻撃がメインよね。足跡の形だけはガチョウに似ているらしいぜ。それと地元のインディアンの人の話によれば、軍人の目撃したような生物は実在してると証言してるぞ。じゃあ、何か対策を知ってるかもね。ドラゴンを目撃したら、一刻も早く水に体をつけないと吐息だけで命を奪ってくるそうだ。そんな都合よく水があればいいけどね。即座にその場から逃げ出すことしか考えられないわ。次はインドネシアに登場する人々を恐怖に陥れた怪物の話だ。山の洞窟に生息していてウラルナガという幼者。体の特徴としては空飛ぶ翼を持つドラゴンであり、蛇のような姿をしてるんだ。あれ、インドネシアは東洋よね。翼があるなんて、まるで西洋の竜みたいだわ。そうだな。他のアジアの国の考え方とは違った姿をしているぜ。この幼者は何年もの間、村にいる子供や赤ん坊をさらって食料にしてしまうヤバいやつなんだ。それは恐怖の対象になって当然だわ。姿だけじゃなくて、悪魔的な存在なのも西洋に似てるわけね。そして、この村にテレビのドキュメンタリー番組の人たちが取材で足を踏み入れたんだ。そこで目撃者の一人である長老のダルガという人物に話を聞いたんだぜ。ドラゴンの目撃情報の取材なんて大胆な番組だにょん。放送しても信用してもらうのが困難なのは予測がつくわね。ダルガ氏の証言によると、ドラゴンは大人が畑仕事をしている隙に子供を誘拐して隠れ家に連れて行くそうだ。考え方が人間のやり方と一緒じゃん。子供から目を離すとドラゴンに誘拐されるなんて警察では対応できないわね。ああ、何しろドラゴンの活動は、毎日のように行われていたという話だからな。そして村人たちは、ドラゴンが住処である洞窟に入った時を狙って、石で入り口を塞いだんだ。これでドラゴンの脅威は低下したものの村に残ることを選んだのは数家族しかいないらしいぜ。再びドラゴンが洞窟から抜け出して子供をさらう可能性があるもんね。恐ろしくてまともに生活するのは無理だにょん。次はソロモン諸島に登場するドラゴンスネークの目撃情報だ。目撃されることが多いため、実在している生物だとされてるぜ。このドラゴンスネークにはどんな特徴があるの？いろいろあるぞ。夜行性で光かシルエットの姿が多い。体は A のような形で、尻尾の先には、ひし形か三角形のような部位があるそうだ。細かい部分まで発覚してるわね。まだまだこんなもんじゃないぞ。他にも、体表は白や黒、緑褐色の鱗の皮膚、鋭い赤い目、発光する体、ボディライン自体は直径約60フィートになるらしいぜ。さすがは目撃情報が多いだけあるわね。情報がたくさんあるわ。このソロモン諸島で目撃されたドラゴンのことが最初に記されたのは1593年に出版された、世界の鏡という書物においてだ。この中で、ドラゴンはコウモリのような翼と長い尻尾を持つ飛行生物として描かれているぞ。目撃されたのは、いつ頃の話なの？20世紀だ。その中の一つを紹介するぞ。原住民の人が夜中にボートで釣りをしている時にドラゴンスネークが登場したそうだ。驚いた彼は思わず、手元にあった懐中電灯の光をドラゴンに向けたんだぜ。完全に目撃者の方に矛先を向けてくる事態を生む危険行為ね。案の定だが、ドラゴンは彼の元に向かってきたんだ。なんとか逃げ出そうと必死にボートを動かしたが、ジグザグな動きをしながら追跡されたらしいぜ。それでどうなったの？次にドラゴンは彼に対して何か光を放出してきたんだが、ラッキーなことに命中はせずに済んだらしいぜ。光による攻撃なんてビームみたいじゃん。なんとか逃げ延びた彼が後日にボートを点検すると船の一部に焦げた跡が残っていたそうだぜ。光の攻撃による跡の可能性があるにょん。このドラゴンスネークに対する目撃情報の数はなんと7ヶ月で約60回にもなるんだ。超危険地域じゃん。誰も近づいてはいけないわよ。次にドラゴンの姿が実際に撮影された時の映像を紹介するぞ。まずは中国の海で記録されたものだ。うわぁ、巨大なドラゴンだわ。しかも大勢の人たちが見てるわね。でも、どう考えても偽物にしか見えないにょん。ああ、もちろん映像は合成だぜ。しかし、
合成とはいえ迫力のある映像だと思うぜ。偽物であっても見る価値はあるわ。面白い映像ではあるのは確かね。次は YouTube に投稿された本当に空を飛ぶドラゴンが撮られたのか、それともビデオは操作されたのだろうかというタイトルで登場したんだ。真っ黒な中で雷が鳴り響いているわ。ドラゴンが登場するシチュエーションとしてはバッチリな雰囲気だにょん。雷で一瞬だけ光る時に注目しておいてくれ。今、雷の光で明るくなった時にドラゴンらしき姿がはっきりと見えたわ。このドラゴンが本物なら、この天候を操っていそうね。この動画の詳細は不明だが、偶然にもドラゴンのような形に見える何かが映ったと考えた方がいいだろうな。このタイミングで空を撮影している理由も不明なら怪しいしね。でもロマンがあるわ。これがドラゴンだと私は信じたいわね。次は日本の福岡県で撮影されたドラゴンの映像だぜ。動画の内容を説明していくぞ。映像は2021年9月9日に撮影されたもので、真夜中の山を映し出すシーンからスタートするんだ。こんな場所にドラゴンがいるなんて信じられないわね。しかも日本においてドラゴンの目撃情報なんて聞いたことがないにょん。山の頂上付近が少し明るくなると、何やら翼を羽ばたかせているシルエットが見えるだろ。本当だわ。そしてついにドラゴンが姿をはっきりと現して、山めがけて火を吹き始めたぞ。周辺住民の人はドラゴンが来てるから逃げないとやばいわ。でも、そんな話をまともに受け止めてくれる人なんていないでしょうね。山は一瞬にして火の海と化してしまったな。まあ、この映像はフェイクではあるんだが、かなりリアルな映像だとは思わないか。どこにも合成したような感じがしないし、リアルな出来事と考える人がいてもおかしくないわ。すごい映像を作る人がいるわね。では最後に中国で発見されたドラゴンの化石について紹介するぜ。貴州省という場所でドラゴンの化石らしきものが発掘されたんだ。確かにドラゴンと言われれば、そう見えなくもないわね。本物なら科学的にもドラゴンの存在を立証することになるわね。歴史的な大発見だにょん。その化石は約2億年以上も前のもので、体長は約7メートル。手足や太い尾があるのが確認されて、水中でも活動できることが判明したぜ。じゃあ、水陸両用の生物の化石にはなるのね。そして姿が中国神話に登場するドラゴンの体に類似しているから、新中国竜と名付けられたぜ。新中国竜ってもろ竜ね。この化石を解析して復元したら、ドラゴンの形になれば可能性は高まるわね。ドラゴンの存在を証明できる可能性があるし、今後の科学技術の進歩によって正体を解明することも難しくはないだろうな。この化石の頭部には約27センチほどの角があるんだが、伝説のドラゴンと同じ形状らしいぜ。じゃあ、実在したドラゴンの姿を昔の人が確認して描いたのが私たちに伝わっている伝説の話なのかもね。その他の特徴としては、貴州省にある高位古生物化石博物館に展示されている。だが、この化石の詳細な情報に関しては発表がされておらず、ごく一部となっているぞ。もしかしたらドラゴンの化石の可能性が高いから隠してるのかもね。普通の恐竜の化石を発表するのとは話が全然変わってくるわ。まあ、今後の研究によっては、化石の正体がドラゴンであることを証明できる日が来るかもしれないぜ。その時を楽しみに待つのもいいな。以上で伝説の生物、米軍が戦闘、巨大な姿をはっきりと多人数に捉えられた、世界中で目撃されたドラゴンの目撃情報がヤバい、ドラゴン実在への解説を終わるぜ。ユーマ実在説は再生リストにまとめてあるから、他の動画も見てね。ワクワクする内容ばかりを取り揃えてあるにょん。再生リストは概要欄に貼っておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。